今日簡単にチャーハンにしちゃうんすか、新年やし。うわぁ、どうしよう。あ、あげましておめでとうございます。あげましておめでとうございます。ということで、私たちの原点。原点。チャーハン専門店、再放。再放。再放送。内容一緒じゃないから。再放送の方じゃない。訪れるのこと。そういうこと。再訪問。そう、再訪問。うわ、麻婆。いや、絶対チャーハンやって。一本でいこう。前もそうじゃん、また。同じはちょっとさ、もったいなくない。俺、前と同じ。いいチャーハン。え、牛カルビチャーハンにしようかな。ちょっと正月すぎ正月じゃなさすぎる。マジ、街見た。ちょっと、声聞いてもらったら分かると思うんだけど、神保町10の日とか今この店内に。そうやな。ここだけ空いてたから。豚角煮チャーハンします。豚角煮チャーハン。はい。俺、チャーハン。大盛り大盛りでいいよな。いける無理よ、俺。ないですが。コーラも頼む。まあ、新年やしね。ほんまは瓶ビール頼みたいぐらいけどな。あね、今ライブ中やから。今年もよろしくお願いします。お願いします。でも、明日がもう9番がジャック。ほんまやな。整ってないな、気持ち。いや、俺は高まってんな。結構いけんちゃうかな。結構いけるっていうのは、結構楽しませれる。ああ、楽しませれる。また俺、中に衣装着てるから、脱げません。結構メガネかけてるよ。うまい。今日は、今日でやめる。今日でメガネやめる。なんか俺が思うのは、いっそのこと悪くてメガネ作ってみてほしいなって思うだけ。あ、俺が感動するから。なるほどね。俺が知ってる世界が全然鮮明じゃなかったってこと。そうそうそう。いや、俺絶対ええもん。で、あっちの文字も見えるから。だが。いや、俺も見えるから。だからたまに確認する。遠くの文字とか。確認じゃあ、あんだけに。誰に？えぐいっち！うわ。うますぎるが。この季節に完璧やな。俺今日なんか今日遅刻すんのって一番やばいやん。新年1発目から怒られるみたいな。12時半入りやったんかな。9時ぐらいからなんかずっとスタンバイしてて家出る。ずっとスタンバイしてていい時間に出たらいいのに結局11時半ぐらい着いちゃって神保町うろうろして。久しぶりにご板畑です。お前気にすんやってやめろや。せっかくやしくしゃみした。何そのいい名付け。おいしい。ちょっと待ってな。炒め焼いていきます。ブラボー。拍手。うまこれ。これ召し上げてよ。俺だけのチャーハン見てちょうだい。やいただきます。いいね。新年やからね。喝采。西喝采。百姓西喝采。世界一うまい。まずは日本やろ。アジト。アジトって呼ぼうか、ここのこと。俺らのアジト。うん。事故の話していい？うん。昨日ね、まあ、新年一発目。マジの目の前で、車同士を助けた。ちょっと助けたマジで。でなんかその目撃者やから一応警察の人も残っといてほしい。1時間半ぐらい高速です。それなんのよ。目撃者首突っ込むのもさ大変なん見えてるやん、うん、でもそう面倒くさいで帰ってると思われるの嫌すぎ、うん、先輩らも何人か俺だけかかってたから俺だけ電話番号を教えて。今日朝電話来た。正直それで9時ぐらいからスタンバイして。大変。でもだからその前に初詣行ってるから、もう正直さ跳ね返ってこっち来るとかも余裕だった。怖っ。早速詣での命拾いいただきました。そういうこと。はい。あの1年以上前から、はい、花谷とお前の同居に。うん。ああ、うまいな。あったな。なんかセブンイレブンが近所にあるやんか。うん。なさがった、あなたに誕生日やんでしょ。うん。確か。で、誕生日。何でも好きなのに、トータルワークだってさ、コンビニではあるけど。うん。
いろいろ買って、シャンパンとか買ったんちゃうかな、もしかして。あなたにシャンパン好きやから、うん。家戻ろうとしたら、なんかコンビニの前でタクシーが止まってて、うん、そのタクシーの前を女の人が塞いでるみたいな、進行方向。うん、今度男出てきて、その女の子をもう殴る蹴るしたい。え？そうなん？暴行？うん、ええー。でタクシーバーって一回バックして逃げてって、男と女だけになって、目合ってこっち。うん、俺は。ワーム袋持って帰ろうとしてるとこ今から、うん、弁当とかも温めてもらってるし、あーいいね、あったかいお家よ、うん、目合って助けてくださいって言われて、なん女の子もうそれは助けるしかないや、うん、でどういう状況ですかと、うん、両方寄ってる感じやったし、え若い二人で、その血は喧嘩なのか、まあ、客と店員みたいな関係性なのか、はい、関係性分かれへんけど、若い2人で、まあ、男の方がどっちかっていうとちゃんと喋れる感じやったよ、殴るけど手こそ出してたけど、やばっ、あもうねそいつおかしいから持っといていいよみたいな、うん、どっちやってなって、うん、ほんで男の方が言い訳してる間に女がブワーコンビニの中走ってって、ほら頭おかしいでしょとか言って、その女は店員に助けを求めに行ってて、まあ、ちょっと喋ってたら警察来て、もう俺らもそれ見てたから、え、あなたが殴った方ですよねって言われてたから言われてないですよ、見た目で目が、いやいや袋持ってるの、もう殴った後の目してますけど行きましょうかほんで代々木警察署まで行って、うん、あなたにと二人で、ほんで朝5時まで何回も同じこと聞かれて、こう調書っていうの、うん、まあ取んねんけど、うん、これ言ったやつの発言を丸まんまできるだけ写さなあかんわけよ、おうで、もう一回説明しますねと頭で言ってって、うん、女の人が、青いカバンを持ってて、うん、カバン？さっきはバッグって言ってましたよね、待てやれること全部やってるやんそいつが無能なだけで、絶対それはマジで朝5時までやって、で、朝5時解放されて、うんうん、冷え冷えの弁当を持って二人で帰って、あなたに誕生日おめでとうやっぱりな、ちょっと言っていいですか、うん、これかなり小食やけど、うん、美味しすぎて全部食べちゃった、あ美味しすぎて全部食べちゃった、マジで、これも美味しすぎて全部食べちゃった、ねえお前、1月ロケットスタートのためにちょっと1万人行きたいです、そうさんです、うすすう、うん、せんさ2021年も9番街レトロよろしくお願いいたします。もちろん2022年もね。